皆さんこんにちは、チョモです。10月になりましたね、えー。ついに私は9月の最後の日曜日にパートナービザを申請することができました。ありがとうございます。いろいろね、コロナが起きてからビザが延長されたりとか、彼氏と遠距離恋愛で毎月会いに行ったりして、金銭的にちょっと大変だったりとか、あとまあ、ね、それに伴ってちょっと喧嘩したりとかね。 まあいろいろあったんですけど、まあ今ね、このようやく10月、2020年の10月にパートナービザを申請することができました。ありがとうございます。<laughs> で、あの、私のワークビザは一応来年の3月まで残っているんですけど、まああの、ちょっと前のね、動画で、あの、ビジネス、あ、違う、ちょっと前の動画で、えー、っと、なんだっっけな、あ、ビザのアドバイザーさんを 尋ねた時に、まあ、引っ越してクイーンズタウンに行ってどれぐらい待ったらいいですかっていう質問にいやもう引っ越したらすぐにでもした方がいいよなぜなら、まあ、あ,のあなたのビザはオークランドにあって、えー、クイーンズタウンに行ってねその滞在はできるけれどもそのイミグレーションに必ず突っ込まれると思うからどのみち、えー、初めてのワーキングビザじゃなくて初めての パートナービザは2、3ヶ月かかってしまうと。その期間を利用して一緒に住む時間としてカウントしてもらえると。なので、あの当初の予定ではね、私がその住んで2、3ヶ月経ってから申請をしようみたいな話だったんですけど、やっぱりね、プロの方は違いますよね。で、あの、 えとはっきりとした文章では書いてないんですけども、まあ、あの2人のタイムラインっていうところがあるんですけどそこにまあ出会ってからまあ今までで著者、まあ、あもオークランドの仕事を辞めてみたいな感じでね、あのー、書いて、まあ、一応辞めたのでこっちに引っ越してきましたパートナービザを申請するためにっていう形で、まああのね、書いてあるので大丈夫かなと思います。 ま、どのみち必要書類がね、まだ一つだけ、え、揃っていないので、ま、それ待ちにはなるんですけども、フィンガープリントですね。2、3ヶ月、ま、一応かかるとは言われてます。ただ、3年前かなに申請した時は5週間で連絡が来たので、ま、あま、あ時期とかにもよると思いますけども、うーん、ま、そんなに長くならないのかなと思っているのと、年内ぐらいに結果が出ると嬉しいなと思っています。うん。 で、今日は私の国際恋愛の失敗談をお話ししようと思います。えー、しかもそれがパートナービザに絡めてですね、あのー、お話ししようと思うんですけども、まあ、私は今、現在4年目になるんですけど、まあワーキングホリデービザで来ました。本当にギリギリで来ました。まあ知って、あのずっとね、私のチャンネルを見てくださってる方は、どういう経路でここまで来たのかっていうのがもう、もうね、もう常にわかって見てると思うんですけども、 一応まあ、ワーキングホリデービザで来て、えー、ワーキングホリデービザで来た、えー、次の月にもう32歳になったっていう、もう超のギリのギリで来たんですよね。で、まあ、はじめはジャパレスとか、えー、まあ、半年ぐらい働いたのかな。で、あとは学校も2週間、違う2週間じゃない、2ヶ月だけ通いました。しかもその学校っていうのが、そのクラスの後に毎日1時間掃除。 そのフロアの、学校のフロアの掃除をすれば、授業料がタダっていうやつをやっていたので、まあね、2ヶ月、まあ8週間合計でタダで通わせてもらいました。まあそれが良かったか悪かったのかっていうのは、まあ正直よくわかんないんですけど、英語を喋らなくちゃいけない環境に毎日行くっていうことで言うと、すごく良かったと思います。で、で、その後ですね、まあなんと私は南島に移動しようとかを企んでたわけですよ。 やっぱりそのそこで働いてたまあジャパレスがねやっぱちょっと結構ジャパニーズだったのであのなんで私はこんなところにいるんだろうってやっぱだんだんワーホリの人とかもね思うんですよこう日本から嫌で出てきた日本が嫌で出てきたのにこっちに来てまでその日本の会社で働いて日本の会社が悪いって言ってるわけじゃないですよだからその働き方うん。その自分が 抱えていた同じストレスをこっちでも抱える必要ないですよってことですねうんなので私はそこからまあ辞めてでただその後にですね結構カジノで遊んでたんですよね <laughs> なんかこう一緒にバックパッカーズで住んでた男の子たちがそうカジノに通い始めてついてったことがあったんですよその当時は全然見てるだけでもなんかこう 何でしょうね。私のこの好奇心が <laughs>、すごい好奇心の塊な時があって、で、行ったんですよ。で、まあ、勝ったのか負けたのか、一番初めの勝負を忘,忘れちゃったんですけど、まあ、その当時、仕事辞めて、仕事やりながらかな、言ってたんですけど、まあ、あの、ルーレットっていう、まあ、ゲームがあるんですけど、そこで結構ずっと負けてたんですね。大負けしてたんです。で、そこで出会ったのが、ディーラー、 である、名前がピエール。<laughs> ピエールかよって感じですけど <laughs>、あの、背が高くてね、フランス人で、まあでもこっちで生まれて育ったんで九位なんですけど、まあ話しかけて、結構日本語がね、わかるんですよ、彼は。私が負けながら、うん、もう今日はね、渋いなとか言ってたんですよ、そしたら渋いって何みたいな感じ言われてねそう、そこから、まあ、あの、カジノでこうディーラーとプレイヤーとして会うようになったんですけど、まあ、 ある時、まあ、外でご飯を食べて、で、まあ、デートに誘ってもらって、で、なってたら、気づいたら、まあね、半年を切ってたわけですよ。付き合う頃には。で、彼に、あの、まあ、あと、半年ね、あ半年で五5ヶ月したら私は帰らなくちゃいけないと。でもまあ、まあ、考え方が若かったんですよね。で、どうするみたいな。で、彼も彼で、なんか、いや、帰ってほしくない、みたいな。 でじゃあどうするってなってで私はその時そのバーガーフェールっていうところでやっと働き始めたところだったんですよ。でやっと働き始めてでその面接の時にすでにワークビザをサポートしてくださいって。 だから、ここで働いだったらここで働きます。みたいな、結構強気でね。まあ、<laughs> 面接も挑んでね。で、その時に当時クリスはまだエリアマネージャーだったんですけど、あ、なんかもうできるよみたいな。まあ努力次第で、努力次第みたいな感じで、もう私に努力とかさせたらす,すごいことになるよみたいな感じの、もうすごい自信があってですね。まあ、最終的にはまあ、ワークビザをサポートしてもらうところまでこぎづけて、まあ、今ここにね、いるんですけど、でその当時は、 いや、もう、あの、バーガーフェイルなんて、も地元のレストランだから日本人なんて雇ってくれなんて、もう分からないみたいな、落ちる可能性の方が高いみたいなことを言っててですね、で、ピエールはピエールで、いや、でもじゃあどうするんだみたいな。で、私はそこでね、いや、パートナービザっていうのがあるらしい、みたいな。で、私も全然知らなくって、で、ピエールと出会うまでパートナービザっていう存在も知らなかったし、で、その、パートナービザっていう、本ちゃんの本ちゃんは、えー、っと、その、9位にとって、えー、っと、一緒に2回までしかサポートができないってこととかも、 なんかね、言わなきゃよかったんですけどなんかこう言っちゃったんですよねなんかプレッシャーを逆に与えてしまってでそれまでは結構ね何だろうすごい楽しかったんですよただえっ、ー、と何だろうやっぱそのビザの期限来るにつれていやもうジョイントアカウント作んなきゃみたいなその時点で私たち実はもう一緒に住んでたんですよ結構早い段階で一緒に住んじゃったんですけどそれはその PL が、あのー、元カノと住んでたんですよねずっと 結構ウエストオークランドの方で元カノと住んでてそのスカイシティに通うまでも大変だからってことでもうかなり早い段階で即断したみたいで一緒に住もうみたいなあじゃあ OK みたいな感じだったんですけどうんで一緒に住み始めて結構ねその当時も私もそんな別にミニマムで働いてはなかったけどもやっぱりマネージャー塾じゃなかったし結構安い給料で。 え、週360ドルかな、その当時。週360ドルプラスエクスペンスのスカイシティの目の前のマンションを2人で住んでたんですよ。まあ、結構高くてですね。で、ピエールはスカイシティで働いてるとはいえ、まあ、あの、想像してもらいたいんですけど、大手の大手で働いてれば働いてるほど給料が少ない場合ってあるじゃないですか。それまさにスカイシティで結構。 あのスーパーバイザーとかねなっちゃえば高いんですけどピエールは経歴もいいしなんかディーラー MVP とかにも選ばれるくらいすごい優秀なディーラーなのにもかかわらずちょっとね機会に恵まれずスーパーバイザーに全然なれなくてですねで毎,回毎回ねこうあのスカイシティの、まあ、こう愚痴を言いながら帰ってきたりとかするんですけど、まあ、すごい楽しかったんですけどねただやっぱその何でしょう 付き合うことがビザ目的みたいになっちゃうとどうしても相手も疲れてくるんですよね。で私の場合はビザ目的っていうよりかはまあ一緒にいたいこの人ともっと付き合いたいだからちゃんと下準備しようみたいな感じだったんですけどでも彼からしたらねなんかもうビザ取るために一緒に住んでんのかとか。 ね。あの、きっと思われちゃったんだろうなと思って。で、最終的に、で、彼は、えっとね、ちょっとバイク事故を起こしてしまって、バイクが大破して、で、ピエールって結構ね、190ぐらいあって、で、体も大きくて、80キロぐらいあんのかな。うん。で、ね、で、しかもその当時、だんだんこう、私がね、手料理を作るもんで、ね、日本食が大好きだから、あの、お米4合とか1日で食べちゃう人なんですけど、<laughs> で、ジムとかも行ってるし、で、結構大きくなっちゃったね、体が。 90とか100キロぐらい越した時期があったんですけどそれがバイク事故を起こして結構宙に23回ぐらい待って地面にダーンってなってあの擦り傷でね済んだんですけどもうあばらが折れたりとかあのスカイシティで働くことがしばらくできなかったりとかして結構あの大好きだったバイクを失ったことも大きかったりとかしてね。でもうなんか 全然私との生活よりももう人生終わったみたいな感じですっごいへこんでてこれあのもしかしたら外国人彼氏を持っている方ある,あるあるかもしれないんですけどあののへへここんんだ時のへこみ方が半端ないんで,すよで私は生きてるだけでいいじゃんと。でかすり傷で済んでバイクを失ったかもしれないけど。 もしね本当に足でも折れて入院でもしてたら仕事だって本当に復帰できないしあのー、っていうふうに結構ポジティブにねあの励ましちゃいたんですけどいやなんかもう今日も俺の気持ちなんか分かんないもうバイクは戻ってこないしなんか俺のことを理解してくれないみたいな感じだったんですけど私はこうムーブオンしたかったんですよ前に前に進みたかったんですよねでそののの時はは、まあ、もちろんビザとかどうのこううこっていうよりは 何、あのー、でしょうねあ何だっけなそうあえっ、ー、とワークビザも取れたのかなうんワークビザが取れたうん取れた後ですねうんごめんなさいねっとただ、まあ、そういうことが起きてでいざ、まあ、パートナービザをギリギリで申請しなくてもよくなってでもそれも一緒に住んでたんですけど、まあ、バイク事故を起こしてねすっごいへこんでてでなんか例えば変な話その夜の生活とかもで私はこうね やりたいと <laughs> やりたいって言っても彼はもうすべてをこうつなげちゃうんですよねあのこれはこれこれはこれってできないタイプですごく繊細な人だったんですけどいやもう無理だみたいなでしかもなんかその大好きなジムも怪我が原因でずっと通えなくてでそうなるとやっぱご飯食べても消費しないからどんどんどん,どんどんどん太っていくじゃないですかでそしたらなんか例えばあの だってこう2人でねこう夜の生活をしてる時に自分の体がブヨブヨして揺れるのがすごく嫌いだみたいなだからなんか君とはできないみたいな,なんかそういうことになってて私もだんだんイライラしてきてねで,でまた2年目の,この更新とかになった場合のことを考えてでパートナービザとかどうするみたいな普通の,その会話としてですよ話した時にまたもう相当イライラしてたんでしょうね私ににとかってていうよりはその人生全てに なんかスカイシティからなんだろうその助成金的なものももらえないしうんとね仕事はもうい,つい,つもいつでもいつでもいつでももう何時でももうだるいしみたいなうんで帰ってきて彼女は理解してくれないしみたいな私は,私は理解しようとしてたんですよたその彼が理解してほしいようには多分きっと私が理解してなかったんですけどで最終的に「パートナービザなんてサポートしないよ」って言われたんですよね。 もそれってって話なんですよ。もうそれって、じゃもう終わりってことだよねってなって、まあ、私たちはもう同棲を解消し、まあ合計で9ヶ月、10ヶ月ぐらいですかね。うん。まあ、私はもう彼が仕事に行ってる間に荷造りをして、まとめて、で、まあバックパッカーズに戻ると。そうそうそう。まあたくさん喧嘩もしましたね。なんかあの、誕生日の前日とかに、前夜に喧嘩をして、 一人にしてほしいって言われて。で、私その、スカイシーの目の前のアパートは、スタジオだったんですよ。要はまあ、ワンルーム。だったんですけど、Leave Me Alone って言われて、Leave Me Alone だとみたいな。この部屋でどこにって思ってた私、外出たんですよね。で、でも外もさ、6月、こっちの6月って言ったら、まあまあ、寒いわけですよ。うん。で、外も出れないし、と思って、踊り場の階段でね、これ、ね、携帯とかいじってたんですで、その間にこっち、ち,ち、ち,ち,ち,ち、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  ってこう、時計の針が、ま、回って、私の誕生日になったんですよ。なっても何にもね、どこにいるんだとか、誕生日おめでとう、さっきはごめんとかもないし、そうそうな、なんか、その、わかんない。私はこれ外国人あ,りあるあるだと思っていてね、なんかその特別なことがあったとしても、 彼が怒ってる間は別にごめんも言わないし、なんかその取り繕ろうみたいな。あとは共感力とか結構少ないのかなって思いますね。今これも私は失敗談なんで、今結構こう愚痴っぽいことが多いんですけど、私も初めての外国人彼氏で全然やっぱりその日本人男性に求めるようなことを同じように求めてしまったってところは今でもまあ、その当時はね、全然ね、考え方が若かったので、 まあたくさん私も傷つけたその無意識に傷つけてしまったことが多いのかなとは思いますこの人はこの人私は私っていう考え方をしなくちゃいけなかったんですけどもやっぱ分かってよとかあとやっぱその言語のね壁がとってもすごく大きくて、うん、大変でしたねで彼は日本語が、まあ、さっきも喋れるっていう,うに言ったんですけど喋れるって言ったって全然私が英語喋るみたいなもんでやっぱり難しい言葉とか早い。 口になっちゃったりしたら、全然やっぱり理解もできないし、ってなると、ね、難しいしね。で、特に喧嘩になると彼は逆に英語に切り替えて、ブワーって言ってきたりしてたんですよ。ね、それもね、結構私は、そんな英語で言われてもわかんないとかね。まあ、丸、ま、々、あ、あですよね。<laughs> でも、そんな感じでね、私たちのまあ国際恋愛は、私の初めての国際恋愛は終わったんですけど、まあ、その後ね、Tinder で男性に会ったりとか、まあ、そのだ、えっ、ー、と、ね、 また道端で公園でちょっとなんか喋ってたら喋っててでたまたまなんかノリで話しかけた人とその後ねちょっとハングアウトすることになったりとかまああの多くもないですし長い期間でもないですけども何人かの外国人男性と遊んだりとかしたんですけどまあ今ねあの いろんな、あの、いろんなタイプの、いろんな国籍の人を見て、あの、まあ、最終的に、ま、ジェイクに会って、今、パートナー申請をするところまでいったんですけども、やっぱいろいろ勉強し,しますね、させられます。うん。やっぱ文化違う、宗教違う、まあ、考え方、ねえねえいろいろ違いますよね。うん。なんかあの、国際恋愛ってこうするとうまくいくよ、みたいな、王道はないと思うんですよ。やっぱ自分で、 なんでしょうね。喧嘩したくもなくても、やっぱりこう、踏み込んで、相手がどういうふうに思ってるのか、日本人とやっぱ違うので、察しないし、感じないし、何なんだろ、共感しないんですよ。<laughs> もうそれは、やっぱ、ジェイクと話しててもよく言われます。なんか、君たちみたいに、その、共感力を僕たちはないんだと <laughs>。普通に言われますね。うん。君の共感力とか、そういう力って、 そういうい文化って素晴らしいと思うけどそういう風に生きてきてないしあの逆に言えば考え方が違くても僕たちはリスペクトをお互いできる文化での中で生きてきてるからって言われるとそのやっぱいろいろ直面しますよね自分が感じてきたことと相手が感じてきたことがいかに違うかっていうことをね、うんまあ、でも今の人は話せば分かるとでなんかもお互い傷つけ合ってしまった時にはやっぱお互い謝るとそういう態度がすごく。 あのジェイクに関しては素晴らしいなと思うので、まあ、パートナー申請に,にお互い至れたと思います <laughs> まあちょっとねあのお話長くなってたんですけども、まあ、失敗談があったとねやっぱ <laughs> あの頃面白かったですねうんまあまあまああのー、他の、ね、方も国際恋愛してる方たくさんいると思いますしあの特に近年増えてるんじゃないかなとは思います まあ、英語を話すにも結構最短の道ではあると思いますしお互いの文化を知るにもねやっぱ相手違う文化を持って人と付き合うっていうのはすごく自分の新しい価値観として自分の中に、ね、入れられるのでかなりねいい体験にもなると思いますもちろんあの日本人と付き合うことって本当に本当にいいと外国人と付き合うことを経てあの改めて思いますやっぱ言語が通じるご飯を美味しく食べてくれる何だろうご飯 お米のありがたみとかね。うん、<laughs> まあ、いろいろ違いはありますけども、まあ、今日はね、その話をちょっとさ,あのさせていただきました。えー、なんでしょうね、国際恋愛の、なんでしょう、まあ、お悩みとか、まあ、なんかその雑談とかお話ししたい方、Twitter のメッセージだとか、えっ、ー、と、Instagram のメッセージの方で全然、あの、できますので、私でよければぜひお話し聞かせてください。えー、今日は、えー、私の報告と、 えっと、国際恋愛の失敗談、失敗談、お話しさせていただきました。どうもありがとうございます。えー、次回のチャンネルでお会いしましょう。またね